はい、こんばんは、山城と申します。さあ、クリスマス、ケーキ、おせち、特集、なんですけど、さあ、ということでね、ずっとやってきているわけでございますけどね、今日は、ちょっと残っとったところで、カネスエフェルナ、まあ、カネスエですね、このあたりだと。と、マルヤスベーシック、ビーマート、まあ、マルヤスですね、このあたりだと。まあ、ベーシック、ビーマートも、あるか。で、いわゆるマルヤス系列ですね。で、あとは、どこだったっけ、ラムースね、ラムーも、まとめてね、やっていきたいと思います。で、見ていきたいんですけど、基本的に、あとどこだったっけな、山彦か。山彦もあるんですけど、マルヤスさんと、ラムーさん、ラムーさんと、山彦さん。山彦さんはね、ちょっとね、資料をね、もらいそびれたんですけど、パンフレット、メーカーのパンフレットが挟んであって、で、いろんなキャンペーンの、案内が、上に、ビラに貼ってもらいました、ね。当店で予約いただくと、なんかちょっと、なんかシャンメリがついてくるとかなってたかな、っていうような感じで、広告は出てました。すいません、ちょっと、言ったはいいけど、もらいそびれてしまいましてですね。っていう感じでございますね。で、いう感じでございました。なので、オリジナルケーキをやってるよっていうのは、この中だと、カネスエだけになります。なんで、まずちょっとカネスエをやっていこうと思いますが、カネスエもね、去年引き続き、去年もね、かなりオリジナル、独特のね、戦法だった、ところでございます。何せね、いろんなね、種類のバリエーション、さあ、どれにしようかなっていう中でね、カネスエさん去年は、まさかの一点張りっていうね、オリジナルケーキ一点張りという、なかなかすごい、作戦に、出てきたんですが、今年はどうかというと、ドンと、今年も一点張りでした。注文番号が消えてますけどね、こんな感じで、あ、そうね、こんな感じで、オリジナル、デコレーションケーキ、1と、いうことで、今回もどうも以上らしいですね。これだけでしたね、店頭で、案内があったのは。ですから、メーカーのやつとかも、一切置かずに、オリジナルケーキももう完全にこの5号サイズの、この1本に、絞ってるみたいですね。なるほど。他になかったら多分そういうことでしょう。ということで、こんな感じで、オリジナルケーキ、どんどん出てます。よという感じでございましたよということですね。うん。なので、まあ、かなり説明としては、まあ、楽じゃなくですね。これだけですんでね。ということで、出てますね。カネスエオリジナル、いちご生デコレーション系ってなってますね。これが、ケーキですよということでございますね。5号サイズオンリーということで、中身としてはかなりオリジナルでいろいろと独自開発やってますよと。いうことですね。間には、これは、あれかな、いちごソースが入ってるのかな、スライスいちごかな、ちょっと、っていう感じみたいですけど、中身のデコレーションということで、品質、商品のね、こだわりがありますよということで、高梨のね、濃厚なホイップクリームしようということで、なかなか、三重県だと高梨があまり馴染みがない地域なんですよ。なぜなら、四日市とか、この三重県の方だと、大内山牛乳、っていうのが結構、シェアを持ってまして、大体他の地域に行くと、特に東の方かな、長野とか、まあ愛知でもそうなんですけど、東の方に行くと、大内山牛乳売ってるスペース、三重県でね、売ってるスペースのところが大体高梨牛乳になるんですよね。で、それが西の方に行くと、おはよう牛乳になるイメージかな。うん。まあ、高梨もありますからね。うん。なんか、三重県は、あそこが大内山で固められるんで、なかなか、その高梨があまり、店頭に並んでないっていうケースも非常に多い。カネスエは置いてるんですよね。カネスエは置いてあるんですけど、山中とか、多分、愛知県系のところだったら置いてあるんですけど、三重の地盤のところだと、スーパーさんとか、あ、三種置いてたかな、っていうような感じでね。うん。アイテムの中で、ちょっと、定番のね、明治の牛乳とかね、メグミルクとかね、いろいろと、ザ牛乳ね、安い、特売牛乳みたいなね、やつがわーってある中で、ちょっと、品質、高品質な感じのやつでやってますよっていうところが、だいたい見えたと、それが大内山牛乳がね、
入ってくるんですけど、あそこの枠のところに大体他のところだとそういった感じで入ってる。高梨さんのホイップ。高梨のホイップさんは好きでね、まあそういうことで、金瀬はね、昔行った時とかにも、高梨のやつ、ホイップ食べたことありますし、美味しいですよ、ということで、ホイップを使用してますと、甘さ控えめ、乳本来の、まあそういった濃厚なホイップクリームということで、スポンジケーキは当社製のパティシエが焼いたふっくら柔らかな自慢の自家製スポンジですということなんで、これはでも自家製なんですね。で、いうのは、まあ、パティシエがあってな、当社製パティシエでやってるんで、もしかしたらその、パティシエの工房の方でやってるのかな、ということなんですけど、まあ、カネセは、惣菜工場持ってるんで、自分のところでもね、別に作る、製造工程で、作れることはできるんですけど、パン工場がありますからね、玉や、ね、玉のにあるはずなんで。あ、わからん。このパティシエはね、ダイエットは書いてないんであれなんですけどね、あそこかなとかって、ちょっとね、目星のつくとこはあるんですけど、まあ、違うといけないんで、まあ、たらればれは、払わないようにしときますけどね。ということで、まあ、値段もこれで、2799円。税込みで3022円。ちょうど3000円ぐらいね、仕上げてきてるよっていうことなんで、かなりね、お得になってますよってことで。まあ、限定で1000個。ね。まあ、多分、工場でその作れる上限の数がこれなんでしょうね。ということで、限定1000個で、やってますっていうことなんでね。もうこれに絞っていって、絞っていくよっていう形でございますね。よく私は、まあ、23、24、25が選びますよって形みたいですね。で、キャンドル付きっていう風になってますよ、ということなんで、以上。いうことで、もうそのままお席に行っちゃうんですよね。そう。で、クリスマスケーキはもう完全オリジナル、オンリー。もう一点張りですからね。まあ、他のところは当然ない。戦略ですよね。オリジナルケーキをね、かなりラインナップを多く揃えてるよっていうところは多かったですし、大久保さんとかがそうだったかな、ですし、まあもしくはその地域のね、ところと組んで、パティシエと組んで、共同の開発したやつをわーって並べるっていうようなね、ところとかっていうような喋り方っていうのが多い中で、あとはあれですね、もう逆に既製品、オンリーで、その回で作る、トライアル製法ですね。トライアル戦法みたいなところがありますけど、じゃなくてもう完全に、もうオリジナルケーキ、しかももう、そんな、なんかいろいろバリエーション当たって、どうせ、これ、王道で行きましょうよっていう、この、割り切り方がもう兼ねてっていう感じですね。このね、割り切り方が当然おせちの方でも、割り切りが出てます。もう去年もそうでしたけどね。ということで、おせちの方も見ていきましょうということで、どんどん出てますよと。カネセフェルナのおせちということで、今年もカネセフェルナのおせちより安くて美味しいと、評判をいただいた白飲みをお届けします。弱調不調、ホルモンなど添加物にも気分配り、どなた様も安心してお楽しみいただける品じゃないですということで、2014年のカネセフェルナ、オリジナル、一点勝負来ました。また、こんな感じでドンと来ました。カネセ、フェルナオリジナル、ことぶき、去年と同じですよね、ことぶきっていう形で、来ましたね、そうそうそう。で、どんどん聞きます。この内容でこの価格、お客様支持率ナンバーワンのおすすめ商品です。もう、とにかくこれを売りたいよ。これがお得で、これ一番お得。で、一番、いいやつで、しかも安くお届けしてるオリジナルのやつなんで、もうこれが売りたい。うん。これ買って、バリエーションとか、細かいことを一切省いて、もう、工程これだけに絞ってやるから、その代わり三段重でこの、量で、この品質で、やってきますよという。もう、一点勝、一点張りですね、言うなれば。うん。で、行くよということでございますね。で、多くの方々のお席を楽しみいただけるよう、伝統的なお席に海の幸、山の幸の素材を生かした、品を盛り込んだ一品ですということで、ドンと出てますね。1の10から、こっちでちょっと読み上げていきましょうかね。すごいですね。見えますもんね。やつがいますもんね。上が行くと、焼き湯葉巻き、若草さんのチーズ和え、これかな、若草チーズ和え。で、さらに鳥のつくね口がね、に、ポークパストラミ、後ろになりますね、パストラミで、その前にドーンというのがロブスターでございますね。で、から時の西貝の、これですね、磯煮か、磯煮があって、で、さらに、紅白かまぼこ、ゆうとえびの塩焼きにニシンの大量漬けと、ドーンと、ありますね。やつがいますよ。
ね、すごいですね。これ今読んだやつですね。はい。で、2-10 は、筑前にレンコンに甘あずま甘露に、あ、紅あずまの甘露に、さつまいもですね。に、さらに、あ、ここら辺にいますね。伊達巻きがいる、伊達巻きいますね。さらに、穂先タケノコ煮てありますね。はいはいはい。で、椎茸煮に高野豆腐、叩きごぼうに昆布巻き、いますね。で、完熟金柑ね、金柑がとんといて、で、ブリの照り焼きいる、チキン三色巻きもいる、アイガモロースの照り焼き風いる、で、サーモンチーズ巻き、あ、これね。に、さらに、京まり、京餅手まりね、あ、手まりです。これですね。はいはいはい。入ってますね。ということで、かなり、結構罠、あれですね。になってますよね。で、さらに、3-10は、ここからかなり伝統的な感じになってくるのかなと思ったら、海鮮マリネが入ってんだ。ここは海鮮マリネがいて、で、その後は、キントン、クリカンロに、魚卵マニに、角類、殻類の甘辛に、これか、殻類の、甘辛に、ピーナッツとか、それは多分ナッツ系ですよね、クルミとか。で、さらに黒豆、紅白ナマス、海の幸サラダ、あ、これか、海の幸サラダがいて、中華クラゲが、あ、ここか、ここにいるな、中華クラゲがいて、パリパリの松前漬けもいまして、で、さらに、ダツクリ、カズノコ、サーモンの塩麹漬けということで、意外とその、ここの段に、が一瞬見たときはね、結構、ここがクラシックな感じなのかなと思って見てたんですけど、結構、各地に散りばめてある感じですね。なるほどな、ということでございますね。で、この、ラインナップでございまして、これで、ね、お値段が 13,800 円。ロブスター入ってますから、ロブスター入りで、13,800 円で、税込み 14,904円ということで。いやー、これもね、三段重、この大きさで、このお値段、やっぱし、これが金銭やな、という感じですね。このお値段でやってこれるっていうのが、かなり、やはり、オリジナルね、でやってるのが強みですよね、ということですね。ほとぶき三段重、13,800円だ、ということでした。で、あとは、もう一つ、まあ、ツートップみたいな感じで書いてあるのは、この、芸春ってことは、ちょっとサイズが小さめの玉生産ですね。で、玉生産は三河のあれってなってましたけど、こっから、バリエーションでいくと、オリジナルと、あとはこの玉生産で終わりです。玉生産が、この、ちょっと、あとの方見ますけど、いろいろとラインナップが、トントントンとあるんですけど、こんな感じでね、和洋中、三段中とかもあります。それも全部玉生産で多いっす。っていう感じなので、オリジナルか玉生か、以上ということで。このあたりももう、アイテム数がなんか50近くあった会社さんもありましたよね。と比べると、もうケーキは1。で、こっちの方は、多少数があるとはいえ、6ってこと、1桁で終わりますから、ね、もう注文の番号がもうでっかくもう1桁ですから。はい。っていう、超割り切り。超割り切りの、玉生産、の、やつ、オンリーに来てますよということでございますね。で、ちょっと、行き過ぎたから戻ると、芸春が、よいしょ。こんな感じになってます。で、症状でいいけど、やっぱり正月は少し誤解したいということで、量はね、さっきのやつよりはだいぶ、小さいサイズになるのかな。さっきのやつが 19.8 センチ角なのに対して、これは 16.5 センチ角。厚みも、1.5 センチ、薄いよということでね、かなり、コンパクトサイズになってますよということです。そう、可燃性は逆に言うと 19.8 センチ。20センチ近い大きさあるんで、相当でかいですね。まあ、考えてみれば、ロブスターの大きさからね、ずっと比較してみたら、あのロブスターが入ってね、大きさになるということは、これかなり全体的に大きく作ってありますからね。で、玉生さんのはちょっと総量でということでございますね。いうことで、いかさんたちを用意しましたよ。まあ、夫婦カップの小さなお子様のいらっしゃるお子様にもおすすめってことで。うん。少人数のところはこれでいいよね、ってことでございますね。で、それの手の方に関してはもうか、もう玉生さんにお任せしますっていうことで、もう自分たちは、でっかくね、
もうメインストリームになるやつだけやりますよっていう。で、他のバリエーションに関してはもう一切、もうあとは、もうあるもんでいいじゃないかっていう、ここの割り切り方ですよね。うん、押し引きと言いますか。もう自分たちがメインストリームを、しっかりと押さえてやっていくっていう形ですね。しっかりと重箱の暗号を掴んでいくっていう形でございますね。で、いうことで、こちらの方が、バリエーションではこんな感じ。読み上げておきましょうか。1の20は、さつくり、焼き湯番巻きに、金、完熟金か、若鶏、照り焼き、アイガムロス照り焼き風、チキン三色巻き、若鶏、草小さい、鶏つくね串、伊達巻き、アイガムスモーク、ポーク、パストラミ、ゆうとエビの塩焼きに、串刺し、市街の生姜を風味ということで、まあ、でっかいやつがね、ドーンといったのを、省いて、定番品でしっかりと固めてきている感じがあるのかな。まあ、定番品の中でも、結構、多分商品というか、あれですね、ものとしては結構一緒のあれになってますね。うん。なるほどな。はいはいはい。今日も、詳細的には似たようなところが入ってきてるのかなっていう感じですね。で、さらに2の10がこんな感じでわーっと入ってます。まあちょっと、もう筑前煮とか、もう入ってますけど、今日の鬼焼きやろとかね、キングサーモン最強巻き焼きとか、そういうのとかも入ってきてるのがあれかな。で、今日も筑前とかもね、一緒のような感じで入ってますもんね。はい。で、3の10は、前にキントンとか、そのあたりとか、あとカツノコとかも、いう感じでございますね。9品目、ボンと入ってますよ、と。いった感じで、1、2、3、4、5、6、7、8、9。10品目になってるな。ああ、ここで2品目にしてんだ。栗のね、キントンとカンドニーでね。なるほどな、という感じでございました、と。いうことでございます。小手柄が入って、やはり、ちょっとね、こじんまりしている分、お値段もちょっと安くしてありまして、9,800円。まあ、3段重ね、でもありますからね、3段で、1万円切る、まあ、税込みで15,840円といった価格で抑えてきているのも、かなり、お値段的にもいいですよね。まあ、うちらみたいなのはね、これは全然、あれですもんね。一人だったらね、さすがに、あれだとちょっと大きすぎますもんね。いくら食べるとはいえ、まあ、食べれんことはなさそうな気がするけど、山田さんならね。っていうのがあります。で、他は、いろんなバリエーションってことで、玉瀬さんの、かなり、ハイエンドモデルのやつもあります。ダギの、まあ、よっちゅう三段重がありの、さらに純化。これは、一段で、まあ、一人一人用って感じですよね。1、2人前がトン入って、まあ、カッカとかも出てきて、それぞれお席料理楽しめるように用意したり、リーズナブルで単純ということで、23品目で7800円というふうになってますよということでございますね。うん。で、さらに吉祥。これは、どっちかというとバラエティタイプなのかな。和洋中がいろいろと厳選したものが入ってますよというので、これが吉祥が13,800円、税込み14,904円といったところですね。で、あとは、まあ、おせちというか、オードブルとしてね、入ってるのが、入ってます。まあ、おせちのね、伝統的なものに、で、縛られるんじゃなくてね、人気のものをとにかく詰め込むぜっていう形にすることによって、人気ということですね。和洋中が入って、9,800 円ということになってくるんで、まあ、結局やっぱり食べたいものを食べるのが一番いいじゃんっていうね。まあ、今ご時世でさ、もうそちらの方のはね、人気も出てきますよね、ということでございますよね。ということで、こういったのも、ラインナップ成立がありますよ、ということでございますね。で、一応、このところ、後ろのところにね、いろいろと、言われも書いてあります。他のところでもやったことありますけどね、どっかのところにも書いてあって、ちょっとずらーっと読んだんで、どっか見てもらったらいいかなと思いますけども、こんな感じで焼きを払うとかね、たつくりだとか、エビは長寿だとかね、いろいろと。書いてありますね。はい。よいしょ。という形で、紅白ナンバーは平和だったんだ。そっか。はい、ということで。あ、水引きね。はい。の方だったものなんですね。なんとかね、あったりしますよ、ということでございます。で、全国発送もやってるんですね。全国一律2000円でやってるということでございますね。はい、予約締め切り12月25日というような形になってます。まあ、これが金星さんのやつでした。まあ、ラインナップ、アイテム数がね、かなり絞られてるんでね、紹介するのもだいぶ、楽で、良かった。まあ、わかりやすいですよね。うん。取捨選択をしっかりとしていくっていう形でございますので、金星さん、
やっぱオリジナルケーキいいよね。で、そういったオリジナルケーキをね、安く、かつ、いいものをね、食べたいっていう方には、この金瀬やっぱし、一押しですね。まあ、ついでにね、買いに行ったら、ものも安いですからね、ということでございます。そう。金瀬は、行ったことない人はね、ぜひね、一度ね、金瀬、フェルナー、で、やり方がだいぶ違うんですけど、フェルナーも金瀬も多分、普通のスーパーによく行ってる人であればあるほど、独特で面白いと思うんで、ぜひ行ってみてほしいところでございますね。うん。特にフェルナーは多分、最初はちょっと説明書きとか見ないと、フェルナーの使い方を説明する動画でも勝手に撮ってやろうかな。うん。相方迷惑やって、なんか、試合から飛んできそうであれですけどね。お前が言うと、絶対プロモーションって逆プロモーションやろとかって、どこかから、飛んできそうで困るんでね、あれなんですけど、そんなことは置いといて、とりあえず金瀬さんこんな感じでしたよということで、フェルナーも一緒の取り扱いでやってるってことですね。で、残りに関しては、基本的に、オリジナルがないので、ザクッといきます。丸安さんも、一回ちょっとこっちの画面に戻そうかな。丸安さんもこんな感じで、もう、どんと出てるのが、ホテルオークラのケーキがどんとあって、比較的高級志向が強いところですけど、天罰的にやはりそんなにオリジナルケーキ開発っていう、あれじゃないんですよね。で、いうので、出てるのも、まあ、比較的チョコレートケーキとかするあたりとかをわーっと押していて、で、パッとめくったらベルナルドが、すいません、フジパン系でしたっけ、ベルナルドがドンとあって、で、まあ、山崎とパスコの定番のケーキのラインナップがわーっと書いてありますよっていう、形になってます。なので、基本的には規制のね、やつオンリーっていう形になってますよっていうことなんで、まあ、今まで紹介したケーキがずらっと載ってるっていう形になってるので、そこまで、深くは、触れずに行くところから、ベルナールはちょっとあまり触れてなかったから、ベルナールのバターケーキとかは確かにここで初めてかもしれませんけど、ありますね。2550円で、バターケーキとか、ベルナールのやつがあったりとかもするみたいですけど、その中でね、一応って言ったらあれですけど、後ろの最後のところに、地元のパティシエと提携したやつが2種類、書いてあったね。これはちょっと触れておこうと思います。で、よっしょ。よいしょ。で、それがね、これですよ、ということですね。アルチジャーノ、2のアルチジャーノさんと、同じく2の、デ・カルネド・カステさん。どちらも私は、行ったことがない、ところなので、ちょっとどのあたりにあるのかもピンとこないんですけど、アルチジャーノさんというところから、まず、オリジナルケーキということで、限定、30個、確実限定か、23、24の受け渡しで、それぞれ30個ずつ、いけるんですよっていう形ですね。なるほどな。うん。製造工程とかのこと考えたら、このやり方の方が、すごくシンプルに、わかりやすくいるんですよね。そうそうそう。基本両日限定ってやってるのは、要は在庫の、発注する兼ね合いで、上限と決めてやるっていう話なんであれなんですけど、大体基本的にはやっぱ、24日に偏るんで、そうするとね、なかなか、24日は大変っていう風な感じであれですけど、まあ、いう風にしてね、しておくといいですよねっていう感じをします。戦略的に。で、植物性生クリームを、植物性生クリームを全く含まない、北海道の純動物性生クリームを 100% 製品ですね。いやー、やはり植物性油脂を入れてない、もうザ・クラシックな。これぞパティシエっていう感じのケーキ食べられるってことですね。いいですね。これ4300円。まあどうしても動物性のやつだけでやるとね、なんでこれ植物性入れるかって言うと、まあ軽くなりやすいっていうのがあるのもあるんですけど、何って、ね、原価が安いっていうのが大きいんですよね。サラダ油とね、バターではね、全然値段が違うっていうのはあれですよね。サラダ油だと、まあ、マーガリンのイメージの方がいいか。マーガリンとね、バターではマーガリンの方が全然安いじゃないですか。まあ、結局そういうことですよね、っていう、ことがあったりするので、うん。そこのところ、やはりこだわって作ってるあるやつを、ちゃんと氷にラインナップしてくれるのがありがたいですね。で、これ4300円になりました。ナーモクリームデコレーションケーキ。ね、かわいい。やっぱオリジナルのね、ところはね、こういった、オリジナルのね、サンタさんとかも、かわくていいですよね。ザ・マチのパティシエさんって感じの、いいですね。で、隣の方は、これはなんだ、カスティージャプレーンってなってますけど、カステラかな、カステラの、が入ってるってことですかね。うん。こんな感じでメリークリスマスってなってますけど、手仕事と素材にこだわり一つ一つ丁寧に焼き上げたカステラ。
カスティーリャは、食品添加物など無駄なものは一切含んでおりません。品の良い甘さとほどけるような口当たり、愛らしい焼き印を一つずつ押してお届けしますって、可愛らしいですね。いいですよね、こういう可愛らしいの。トナカイもいる。へぇ、メリークリスマスという形でございましたよ、ということでございますね。これが、1500円という形でございますね。6個入りというふうになってますよ。あ、そうですね。カステラ専門店って書いてありますね。やっぱ、カステラ多分もうちょっと正確な発音にすると、この多分カステリアになるでしょうね。なるほどなという感じでございました。こんなのがありますよというところでございました、というところでございますね。で、あとは、ラムーさんも、同じく、定番のね、規定の、山崎かな。山崎とパスコ。で、まあ、ほぼほぼ山崎で、ずらっとラインナップになってます。で、まあ、お値段が、お安くしてありますよってことかな。そうですね。多分お値段はちょっと、一般で売ってる山崎のやつよりも、ラートラム、トライアルよりは安いかどうかっていうところでしょうかね。生ケーキ5号が3,2600円。山崎の、クリスマス生ケーキやろ。そうですね。こちら3,780円。3,240円になってるのか、これ2,680円になってたりするんで、やはりちょっと要は定番品の山崎とかそういうのを絞ってある分、お値段はちょっと安くしてありますよという、いわゆる、トライアルパターンですね。ちょっとここで、値段の比較ができないかな、ずらーっと出しておきますけど、かなりお安く作ってある感じかな。パッと見てみようか。トライアル。じゃあ、の比較をしてみましょう。この激安店の中ではね、まあ、このあたりだと激安スーパーっていうと、カネスエ、ラム、トライアル、まあ、あとビッグ、イオンのビッグがありますけど、っていうところになってくると思いますけど、やはりね、この全国的にもね、特に西から攻めてきてるこの2トップで、しかも山崎の既製品を安く売るっていう作戦でやってるから、じゃあ、どっちのがね、勝負になってるのかね、ちょっと見てみましょうか。まあ、ここだけの話にしときましょうね。いや。まあでもね、正直な値段の差ですからね、仕方ないですからね。ちなみに、パッと出てくる、クリスマス、生ケーキ、山崎パンクリスマス生ケーキ4号だと、これが一番安いケーキになってくるもんな、ここの中で。なってくると、ラムーさんは、1999円。あ、税抜き1999円だから2158円で、トライアルは税込みで1990円ということなんで、単純に消費税分ぐらい安いのかな ?5 号はどう H5 サンドだもんな。クリスマス生ケーキの5号が、あ、でも、5号サイズだと、ラムーが2680円で、こっち、トライアルが2690円だ。なるほどな。あー、品目によるって感じだな。7号か書いてない。7号か書いてある。7号は、こっち3980円。ラムーさんが3980円で、トライアルさん3990円。はぁ、あ、はぁはぁはぁ、他はどうだ?こっち安くしてそうなんです。いちごサンド安くしてそうだね。いちごサンドってある、あ、あるいちごサンドの5号が、よいしょか。あ、10円ラムのが安いか。はい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 。他は?安そうなところだと、チーズケーキ4号とかどう?チーズケーキ4号はどう?チーズケーキかけたら、ケーキ積み合わせはどうだ ?2667 円になってて。ケーキ積み合わせはあった。こっちが2880円、2890円。
はあ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 。なるほどな。うん。まあ、ほぼ一緒。10円ぐらい、さっき、最初に見た、4号のちっちゃいやつだけ、なんかトライアルの方がだいぶ安いですけど、あとは、基本的に、10円安いか一緒かぐらいのところでずっと来てますね。生チョコ6号は、6号はこっちに書いてない。生チョコ5号が26269。で、4号サイズは基本的になんかあれだな、取られるのが安いな。こっちが2158円で、こっちが2090円だから、そうですね、うん。糖質を抑えたケーキもそうですね。60円くらいトライアルの方が安いけど、5号サイズになってくると10円くらいあったのが安いか。面白いですね。パスコはそもそもこっちは書いてなかったっけ？そもそもパスコはないもんね。もう山崎オンリーだと思うな。こっちはちょっとパスコも入ってるっていうのが、ラムさんの特徴にはなってくるのかなと。いったところでございます。トリプルチーズケーキ2678円。トリプルチーズケーキ、こっちが2690円。ああ、は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 あ。っていうことなんで。なるほどな。まあ、だいたい、パッと見た感じ、4号サイズはトライアルが安い。5号、6号サイズは、なんか10円ぐらい、ラムーさんの方が安いような設定にしてあるのかな。この後やっぱバチバチですね。ギリギリ前締めてる感じが、やはりありますね。うん、っていうところでございましたね。なるほどな。というような、傾向でございましたよ。ということでございました。まあ、で、ラムーさんの方はちょっと、パスコムのラインナップもちょっと入ってるよっていうような違いがありましたね。ということでございますね。で、ちなみに、マルヤスさんと、ラムーさん、山彦さんもなんですけど、まだおせちの案内が出てなかった。もしかしたらおせちはないのかもしれない。もう、クリスマスケーキオンリーだったんですよね、マリアスも。ただか去年もね、ギリギリ前に見に行ったんやけど、クリスマスケーキが出てなくて、あれ、おせちが出てないなという、あれだったんで、もしかしたら、おせちはないのかもしれませんね。ということで、ちょっとお帰りかねましたので、ダイナ、カタログとかもデータがなかったので、ここで、なところになるのかなというところでございます。まあ、あと、いつかイオンね、が残ってますけど、イオンはちょっとカタログが、ね、電子カタログでね、見る方がね、ちょっとね、うん、難しくて、ね、どうしようかなというところなんですけど、もういい加減やらないといけませんからね、チャット取っていきたいと思います。イオンはイオンで固めてやろうと思いますのでね。という形で、とりあえず、他、なんか細かい、他になんか、ラインナップで抜けてるとこがちょっとありそうでは怖いんですけど、もう2回戦、期日が迫ってますんでね、これぐらいで締めていかないといけないんですけど、そこ、収集リフトで行くと、そうか、あと、ドラッグストアとか、あと、シャトレーゼとかもね、やってる、その辺とかも触れた方が良かったのかなっていうところがありますけど、ちょっとそっちまでね、手が回ってなかったのでね、申し訳ないというところですね。うん。比較的スーパー、A コープがいけてないのか。A コープもあるはずなんですけどね。うん。といったところらへんかな。あとは一応押さえてはおいた感じになるのかなというところ。あ、4系以外はね。っていうことなんで、まあ、こういったところでございましてというところでございますね。まあ、今年もいろんな景気が出ております。まあ、ちょっとでもやはり小さいサイズとか結構、にラインナップだとか、そういった傾向がやっぱりずっと出てきてるのはあるかな。あとは結構、いわゆる2極化というか3極化というか、オリジナルケーキガンガン行く派と、地元のパティシエと組んでいく派と、もう、既成の山崎とか既成のやつで、低価格、それの値下げで、開発費用を抑えた分、安くしてやっていこうっていう、なんかそこの3反発になんか結構特化して分かれていっていってる感じなのかなっていうところがありますね。多分イオンは、その中でオリジナルも全部ラインナップとして入れてくる。総合スーパーは多分そういった感じになってくると思いますけど、いうような傾向が強かったな。で、スーパーは比較的、ケーキはケーキでっていう感じのね、比較的ケーキの売りが強くしてあるところが、コンビニだと結構、デリカ
等の合わせ販売とかをかなり意識しているのが強かったところと、だいぶまだ違いがあったのかなというところがありますね、というところでございました。まあ、こんなところでございましたというところでございますね。まあ、あとはちょっとイオンだけチャットやって、締めにかかりたいと思います。この動画これぐらい締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。いまいち、なんか、オチのつく言葉が思いつかんかった。もういいや、このまま締めよう。まだこれはレアと取らないといけないし、まだまだ仕事が忙しいんだ。あはは。ああ。